はい、皆さんこんにちは、青島です。先日から進めております新しいレイアウトボードですけれども、今日はレールの降下、ここら辺ですね、降下、今ちょっとだけ作業を進めましたけど、これをやっていこうと思います。では始めましょう。はい、動画の撮影以外で少し変わったところがあります。それが、高さがこれ高くなりました。足を15センチ高くしました。それと今レイアウトボードのここ隠れて見えないですけど、90センチ延長しました。それで、こうね、上から押さえてもこうたわまないように撮影外で行いました。なのでようやくですね、作業をする時もですね、腰が痛くならなくて済む高さになっております。で、その状態から今日は何をするかっていうと、さっきも言いました通り、線路をレールをまあ新幹線を走らせるわけですので、ちょっと高架ですね、高架にしてレイアウトを組んでいこうかなというふうに思っておりまして、材料がぼっちぼっち揃ってまいりましたので、今日はその作業を進めていこうと思っております。じゃあまずちょっとね、どんな感じに仕上げるのかっていうのをあっちに一回組んだのがありますんで、あっち見に行きましょう。はい、これカーブレールですね。317と354の半径のカーブレールの下に降下橋脚を取り付けてあります。やり方が合ってるのかどうかと、降下橋脚の間隔がこれで合っているのかどうかはちょっと不明ですけれども、今までずっとこんな感じでやってきたんで多分大丈夫でしょう。間違ってたらちょっと指摘してください。なんとなくの感覚でちょっと幅広すぎかなっていう気はしておりますが、降下橋脚が余ったらもうちょっと見栄えよくしようかなと思います。とりあえず今日はこの感じで進めていきます。で、これを反対側ですね、反対側も同じものを作りますので、ちょっと反対側に移動しまして、今からこの降下橋脚をカーブレール、関東付きのワイド PC レールに取り付けをしたいというふうに思います。じゃああっちへ移動しましょう。はい、それではこのカーブレール、向こうの半径と同じです。半径317ミリと354ミリのカーブレールを2つつなげて伏線間隔にしてあります。これを4本つなげると、そうですね、半円になるわけです。ここに半分のレールがありますので、これアプローチレールですね。はい、これで半円ができました。これにこの降下橋を取り付けます。トミックスの品番3041降下橋脚4個入り、これを、4個、向こう4個で足りたんで、とりあえずこっちも4個準備しました。とりあえずこれでやってみます。本当はですね、これポポンで買ったんですけど、中古の降下橋脚を見つけたんですよ。中古というかジャンクコーナーみたいなところで、以前で、あ、これを買おうと思いまして、で今日買いに行きましたら、もうすでに売り切れになってました。やはり皆さん考えることは同じですね。ですので、残念ながら、ちょっと安く手に入れることはできなかったんですが、新品が、ありました。お値段ね、いくらだったかな、1000円弱ぐらいだったと思いますけど、税込み900何本だったと思いますが、今回は、新品を用意しました。それでは中見ていきましょう。はい、降下橋脚が4つとカップリングですね、レールと接続するためのカップリングが入っています。で、接続方法は箱の裏に書いてありますので、これを参考に接続していきます。一応ですね、これ同じ値段でもう一個実はこういうのもありまして、これ品番何番だったかな、3044か、3044のものなんですが、で少しちっちゃくなってます。大きさがちっちゃいんですよね。橋脚の幅とかは一緒なんですが、この出っ張りの部分、この丸の穴の開いたこの出っ張りの部分がないサイズのものです。これはもう一回りちっちゃい、半径のこのカーブレールを使うとき、280と317を使うときはこのちっちゃいものを使うと、間隔がちょうどよくなりますという説明がありましたが、今回は大きい半径なんで大きいものを書きました。あとカーブレールに使うときはこのカップリングは使いません。カップリングっていうのかな、ちょっと発音が分からないけど、カントレール用のカップリングっていうのが別に売ってますので、これを購入して準備する必要があります。僕はうちにあったんでこれを使います。色がね、
橋脚に近い同じグレー色のグレーか、もしくはこのボードと同じような色のちょっと青みがかったグレーか、濃いダークグレーかなの違いがありますが、こっちのダークグレーの方を使います。それで、まあ、これをどのような感覚でこう並べるかなんですが、なんとなくなんですけど、カーブレールでも直線レールでもそうなんですが、やっぱりこのねレールとレールの接続部分ですよね、ここがやっぱり弱いじゃないですか。力がかかるとここの部分がねたわんでしまいますんで、ここにこういうふうに足があった方が、まあ、安定するような気がするんですよ。こうね、そうするとまあ4箇所こことこことここと4箇所にこのレールの接続部分っていうのがあるので、まあ、そこにこの橋脚を乗せてやれば安定するのかなと思って、この感覚で向こう側は並べました。ただパッと見ちょっと感覚が広いような気もするので、本当だったらもう少しこうこれくらいですかね、詰めた方がええんかなとも思ったりします。そうするとここがね、あーでもあれか、指で押さえた感じはまあそんなに、なんだろう、ここでたわむってことはないので、これくらい詰めた方がいいかもしれませんね。どうでしょう、詳しい方おられますかね。こうすると、もう一個ここかいるので、5つになりますね。5つ必要になるんで、1はこれでやってみましょうかね、一応2箱買ってきましたのでこれを使いましょう。まあこの説明書にも、なんだろうな、まあでも一応あれか、レールとレールを接続する場合は図のようにご使用ください、カーブレールも同様ですって書いてあるんで、やっぱりここだよね、ここ接続部分にこれ置くのが正解みたいなんで、もっと詰めろってことなのかな。うん、これくらいやっぱり本当はこれが正解かな、だな。まあいいか、とりあえず今日はこうしときます。とりあえずちょっと見た目おかしいですけど、明らかに足が足らないような気がしますが、今日はこれでいきます。でこれまずいようでしたら、これダメなようでしたら買い足しましょう。これまあ一応ありますけど、これ他のところでも使うんで、とりあえずこれでじゃあね今日は進めていきます。もし高架橋脚に詳しい方見えましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ではレールを逆さまにしまして、このカップリングをレールの裏側に取り付けます。このようにね、この粒があるんですよね。この粒とこのレールの粒を合わせます。ここにポッチ穴開いてるの分かりますかね、これとこれを合わせるわけですね。なのでこれはこっち側にね、中心から外側に穴がずれてるので、この向きかな、この向きで取り付けます。こうですね、こんな感じでここにも取り付けます。はい、取り付けました。でこのね、こことここですね、こことここがこの間隔と一緒になるので、上からかぶせてやると、はい、はまりました。これでね、橋脚とレールが、接続されています。これを全部続けていきましょう。次ここですね、ここもカップリングの向きを注意して、接続部分の、それぞれ左右といいますか、まあ、近いところにつけます、ね、でこいつ橋脚を、これで OK です。残りの2箇所もこの調子で進めていきます。はい、このようにとりあえず4箇所ですね、レールの接続部分に橋脚を取り付けました。これをひっくり返してやれば、はい、 OK ですね。これでカーブの橋脚は OK ということになります。さあどうでしょうかね、まあ鉄道模型走らせるぐらいだったらこの感覚でも特に問題がないような気はしますが、あとは見た目ですね、見た目がちょっと異様な感じがしますね、これだってね。まあそれはおいおい、小遣いに余裕が出たらもうちょっと橋脚足そうかな。あとはここですね、柵、フェンス、壁がありません。なので余計ちょっと 見た目がおかしいんですけど、317の内側と354の外側ですねの壁
を買ってきて、まあ、取り付ける必要がありますが、前持ってたんですけどちょっと手放してしまって、まあ、捨ててしまったんでまた買い直してきます。はい、じゃあまずカーブレールはこれで OK ですね。次はこの間買ったコンクリート硬化橋脚、あれ接続していきましょう。はい、それじゃあこれですね、この硬化コンクリート硬化橋脚設置していきます。でこれなんですけど、僕ちょっとこの間間違えた説明してたみたいなんで訂正しておきます。高さがですね、あそこに付属してたも硬化のこの橋脚足全部使うとちょっと高すぎました。どうやらこのトミックスの硬化の規格にしようと思うと1センチのこれは不要だったみたいです。まあ、使い道としてはどうなんでしょうか、本当に川の中からこう立てるときにこの高さが必要になるのか、まあ、もしくは在来線とこうちょっと区別するために高くできるのか、まあ、あとはこうね、坂にするためにこう段々つけれるように、まあ、1センチのものも入ったのかちょっと分かりませんが、まあ、とにかくまあこれがね1センチの高さは不要ということでしたので、とりあえず全ての橋脚から1センチは今外した状態になっています。はい、あと、まあ、グラグラ問題ですけど、まあ、コメントでいただきまして、まあ、こう勾配つけるためにわざとグラグラになってるんじゃないですかっていうようなね、お話も聞きました。多分そうだと思います、このグラグラ感はね。はい、では接続していきましょう。じゃあいきますね。まあ1個ずつこっちから順番にやっていけば大丈夫でしょう。よし、4つ目、5つ目です。よし、 OK、 これでこんな感じですね。取り付け OK です。あと、まあ、直線部分がねここが足りてませんが、まあ、それはとりあえずどうしようかな、今日やっとこうか。はい、では280の直線レールを伏線にして5本分準備しました。これで多分数が合ってると思います。ではこれに硬化橋を取り付けていきましょう。まずはこう並べます。よし、 OK。 でさっきのこの伏線硬化橋脚、これが4個あるんでこれを4つつけましょう。で、まあ、1、2、3、4個あるんでとりあえずまあ4個と、まあ、この短いのはとりあえずここですね、ここにつけときましょうか。あと正確に言うとこれ280じゃなくてね、140がこことここにねあるんで、本当はここにもこう橋脚がこうあった方がいいんですが、まあ、今日はこれでそのまま進めていきます。とりあえずでは繰り返して、今度はこの直線側のカップリングを使ってきます。これ、封を切ったものがあるんでそれを使いましょう。ではここら辺かな。で一応ここはちょっと後にします。レールを接続する部分は橋脚後からつけた方が楽なんで、とりあえずこのまま行きましょう。この状態で表向けて、よし、とちょっとやっぱここはなさすぎるんで、まあ、短いの1個多分こうはめることになるでしょうね。これだとカップリングつけた方がいいんですけど、まあ接続がもう大変なんで、とりあえず支えでこのまま入れておきます。で反対側、こちらもよいしょ、このまんまだとちょっと幅が広すぎるんで、まあ短いの1個とりあえずね臨時で入れておきましょう。感覚的にはどうだろうな、やっぱりちょっと直線としても広すぎるような気がするんで、もう少し入れた方がいいですね、やっぱね。うん、そんな気がします。とりあえずコンクリート橋脚から
ぐるっと回ってあそこまで行きました。じゃあ次ここ行きましょう。ここはい、それでは次ここをやっていきましょう。カーブから駅のポイントまでの間です。前回試しにやった時はここにね140のワイド PC レール入れてたんですけど、今回はこれが余ってたんでこれ使いたいと思います。ガーター橋っていうのかな、これに140のレール2本こう入れて、ここにちょっと見た目が面白いんでこれにします。まあ見た目が面白いっていうのと、あとはここに穴が開いてるんで、これは DC フィーダーが出せるんで、まあ、これ使ってね、ここから電源供給できるようにしようと思います。まあちょっと変化させた方がおもろいかなぐらいです。まあ、ここそんな難しいことはないですね。乗せるだけですね。はい、です。よいしょ。まあね、本当はここに壁があるともうちょっと見栄えも良くなるんでしょうけど、こんな感じにしました。はい、じゃあ次向こう側もやりましょう。はい、じゃあこっちも同じようにガタキを入れていきます。いかがでしょうか。最後に入れたこのガーター橋から今日はこのようにぐるっと高架橋脚を設置しました。ここまでです。で最後はこの駅の部分ですね。駅の部分をどうやってこの高さ稼ぐかっちゅうことを今から考えます。はい、実はノープランです。どうするかな。あとここだけなんだよね、ほんとここだけなんだけど、ちょっと駅を豪華にしちゃったもんで、普通のやり方だと既製品ではできないので、ちょっとここはね工夫が必要になってきます。まあとりあえずはスタイロフォームかなって思ってますけど、今から考えます。何せね3月の5日にね加藤からキハ85が出て、それを予約してますので、それを買って、ここで走らせて遊んでみたいというね、欲がありますんで、それまでにこれ完成させないと遊べません。今撮影しているのが2月の29日なので、あと5日です。と言ってももう今日、今29日、日付回りましたね。もう今12時、夜中の12時回りました。0時、午前0時を回ったんで、今もう3月1日なので、1、2、3、4、5、5日後にはキハ85が発売になります。1週間後には多分もう僕の手元にあるでしょう。それまでに、遊べるかな？